ルミカンの今夜も勝負パンツ、前回が第77回だったんですって。あら、いい数字。7 7 7まで続けたいですね。おー、ねー、ね、長寿番組にしたい。結構なおばちゃんになって、またショーパンツなんや言うてな。今日はね、ちょっとね、肌に優しいや言うて、そんな年取ってます。もうこっから先は紙おむつやみたいな時代までできたらいいですけれども。いや、でもね、何が怖いって、私70回以上も赤坂さんのパンツ股間を注目して、いやこんな注目して書いてることないからね。先生、そんな見ていただいてたんですね。で、最近なんかおケツ丸出しなこと多いから、はい、私相方のお尻を毎週毎週見て、うん、はい、本当なんやろなと思ってるわけですよ。いやー、これはありがたいですね。万が一赤坂さんにまた次の彼氏ができたとしても、うんうん、私超えるのなかなか難しいと思うよ。確かに。こういずれね、私のその彼氏と高橋さんで、あの、はい、お尻談義、うん、私のお尻談義をしてほしいなと思います。いやいやわ、なんやその談義。昔のお尻はこんなんやったんやでって教えてあげてください。長寿番組に向けて皆さんたくさん見てくださいね。見てね。お尻をちゃうね。